はい、えー、こんにちは、こんばんは、えー、おはようございます。ゲーム動画でいこうです。えー、川崎記念、ナイター開催、えー、大賀賞えー、3日目準決勝の予想をしたいと思います。えー、少し風邪気味で申し訳ございません。えー、10レース準決勝戦です。えー、スキュース S 班、クア、 桑原大使、えー、出てまいります。日記はですね、3人いる中関税、えー、グッジ、松谷を中心に集めそうですね。はい、えー、こちら、あの、ご覧の通りを四分線ですね。えー、まず、えー、っと、えー、っと、いつもの通り、この名前、左側の名前の右にある数字、 その2つの数字の左側がバック回数、右側がホーム回数となっております。えー、前を取りそうなのは、1、まあ、番車ということもあって、南海が前を取るか、松岡が前を取,取るか、もしかすると、あの優秀戦で前を取ったハ原がまた前を取る可能性はありますね。 どちらにしても、あのー、ホームを持ってる、桑原や松本は、このレースに関してはあの、後ろ攻めになるんじゃないかなと思います。で、えー、っと、松、松本、いいですね、なかなか。優勝までは一歩手は届かないんですけど、 向こう町も、あと、えー、先場所どこだったかな、えー、そこでも、あのー、あわや優勝。というところまで近づいてますからね。いつ、あの、S 級初優勝してもおかしくない。で、えー、まあ、ここはですね、ちょっと、他の面、 津原田とか、浅井とか、武田がいるわけじゃないんで、準決勝にしては、あの、多少落ちるメンバーじゃないかなと思います。まあ、田舎もそれほど良くないし、やはり一番充実しているのは難関勢ですとかね。というわけで、まあ、選定を取るときにやっぱり一番、 注意しないといけないのは川村だと思うんですけど、まあ河村も、川村に叩かれたら結構ごっちゃになって、結果的にはまあ人気どころの難関で終わってしまいそうな気はしますね。まあそうじゃなくって松本が冷静に先手を奪えてた場合ということで、 えー、かん、あのー、前提で考えたいと思います。でもう、桑原なのですけど、誰かに横に並ばれたらちょっとしんどいです。えー、っと、結構素通りしてしまうんで、簡単にまくられちゃうんじゃないかなと。だからもう松本はじ、自分で踏ん張って頑張らないといけません。横生で頑張れば活路は見出せるんじゃないかなと思います。なので、 えっと、4コーナーまで、桑原の横に誰も並ばないという、並んでこない。まあ、並んでも、あの、足、まくってくる選手は足、そんなに余裕がないということに期待して、えー、松本番手を桑原を方面にしたいと思います。えっ、ー、と、ちょっと手広くなってしまいますが、えー、松本、 それからですね、多分その後ろに松岡、えー、吉本がつけてるんだと思うんですよね。なんで、この二人。えー、っと、あとはまあ、河村軍司、えー、松谷という、多分人気になるであろうところ。三、えー、連単のシーツは、まだ河村一番人気ないんですが、まあ、これは、あのー、変わってくると思いますんで。 まあナイターなんでまだ時間ありますんで河村はもうちょっと人気集めてくるんだと思いますはい続いて11レースですえ SQS、ー、班松山のウィーナーズカップ優勝した武田豊樹、えー、それからは原田健太郎ももちろん射程圏ですね で、それに対して、柳田が先,先導役を、ええー、勝手出た、中瀬が、えっ、ー、と、相手をするという構成になります。で、えっ、ー、と、武田の目標が、あまだなんですよね。あまだは、ただ悪くはないですね。 なので、中南を取ってくれると、あの、武田は十分チャンスが出てくると思います。せ、えー、先手を取るのはもちろん柳田。えー、その番手、山中。おえー、おばあはねー、あわやーでしたよねー。そう、あのー、かわされそうになったんですよねー。 松谷に。なので、そんなに、ま、あのー、小原自身は力がまだないし、調子もそ,そんなにいいわけじゃないとは思うんですね。まあ、ちえー、っと、矢田にとって理想、矢田山、山中にとって理想展開は、まあ、中段に山田がいて、花スピードのある原田は後方に追いやりたいっていう。 ところだと思います。まあ、ただですね、原田も、以前に比べたら、あの、中断取れるようになってきてるんで、まあ、あの、そう、うまくいかないケースはありますが、まあ、一応、嫌なのすごい、あの、レースとしてはクレバーな走りをするんで、 それが、あの、ここに来ても、生きるんじゃないから。だから、もちろん、ドーンと、行って、やっぱり、ね、スピードっていう意味では、原田には、原田には勝てないと思うんですよね。まだ、浜田にも下回ると。ただ、やっぱり、クレマーとこがあるんで、まあ、 まあ、戦闘役なので、そんなクレバーっていうよりは、もう思い切りの良さっていうのが活かされると思うんですけどそ、ちゃんと仕事はやってくれるんじゃないかな、ということで、えっ、ー、と、まあ、山中は最終的にはバンテまくりですね。用意して。抜け出して軸じゃないかなと思います。で、後ろのですね、小原。 は、それほど当てにならないんじゃないかな、と思います。やっぱりですね、えー、っと、自分は、そ,それならば、逆転できるのはスピードの原だということを、えー、見ました。原だ、肌が一着逆転する、この、自力両立の511号が中心です。 で、あと、まあ、ま、甘が、中断取る可能性はマ田の方が高いんで、そのマ田がまくって不発で、その後ろから武田が突っ込んでくる。まあ、53。えー、っと、それから、まあ、すんなり続けた場合の、あの、小ばの52。それからですね、原田が中断取って不発になった場合は、おそういう時は、あの、 上がりがかかるということなので、大塚もあの、生きてくると思うんです。意外とつくかもしれないですね。この号泣は。えー、山中から行ってみたいと思います。はい、えー、最終12レース。えー、準決勝戦です。えー、アが出てまいりますね。 はい。えー、三分線ですね。浅井は、えー、森川に乗ります。森川か。森川、自在なんですよね。ま、あ先導役っていうわけじゃない。なんで、前、前を引っ張るいしても、あの、先行力的には不安があるし、であの、やっぱり、 出しぶっちゃうんじゃないかな、という可能性もあるんですよ。まあ、逆に言ったら中断を取れればいいんじゃないかな、と。で、えっ、ー、と、ここはですね、バック回数はもう圧倒的に鳥取,っ取りですね。なんで、えー、後ろから押さえ先行と。 で、えっ、ー、と、岩本、中段は、俺、私は、あの、森川が取ってるんじゃないかなと思います。で、岩本は後方から、まあ、早めの巻き返し、ロングまくりみたいな感じですよね。はい、えっ、ー、と、岩本、調子いいですからね、縦の足は期待できるところであります。えっ、ー、と、 鳥取の番手は香川。まあ悪くはない。判断力は悪くはないけど、縦、縦の足はそれほどでも、それほどの調子ではないというのを判断ですね。あとは浅井もなんか優秀戦は、まあ飛びつこうとはしたものの、 陰気って飛びつこうとはしたものの、ちょっと難関ともスピード差がある、あったという状況で、うーん、なんか、逆に、調子の悪さを見せてしまったのかな、という。やっぱり前が頑張ってくれないと、自分の自力では、あの、今は厳しいのではないかな、と。 思います。ちょっと、浅いは割り引いて考えたいな、というあ、かん、あの、気はしますね。で、えー、私は鳥取を狙いたいと思います。えっ、ー、と、やはり、あの、選定、波、もしかしたら森川が行くかもしれないですけど、やっぱり、もともとだと徹底成功じゃないですし、 行ったところで、なんか、岩本なんか今、岩本にいや鳥取にまくれる可能性もあります。なので、えっと、森か中断狙いじゃないかな、ということで、鳥取がペースでかけられるんじゃないかなと。で、まあ、バッテロカガハというのは、あんまり、その、援護っていう意味では、どうかなっていうは思うんですけど、まあ、自分の足で、あの、 玉の記念の時のように、あの、粘り切っちゃうんじゃないかなと思いました。えっ、ー、と、いうわけで、えー、香川、えー、それから突っ込んでくる浅井、そして、縦のスピードがひ、あの、光る、 え気配の良い岩本の3人ですね、を中心に見て、あと、あのー、岩本の後ろはあの、佐藤慎太郎、離れてしまう可能性はあると思うんですよね。ただ、あのー、岩本のスピードに逆に乗,乗れれば、そこから、あのー、コースをうまく 拾ってついてこれ、あの、突っ込んでこれるんじゃないかなと。これは、あの、実は、来たのも、アサイが孫ついてると、最近、あの、すごく、最終にセンターからを切れっていうのがいいんですよね。なので、来たのも、実は穴目としては相当面白い。面白いというか、あるんじゃないかなと。 2着ななないいかなと思います。なので、えー、7球も抑えてみました。えー、これは鳥取の、これ、あのー、逃げ粘り期待したいと思います。はい、えー、以上、あのー、準決勝の予想をお送りいたしました。はい、えー、っと、毎度のことですが、えー、チャンネル登録、えー お願いしております。えー、どんどんあの登録者数増やしたいと思いますので、ぜひぜひご協力いただければ嬉しいと思います、えー。私ども、ゲーム動画でいこうではブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載し,しますので、よろしければ見てください。また、 えー、最後の20秒へ流します関連動画。動画プレイリストの方も、もしお時間ありましたらアクセスしていただければ嬉しいです。はい、えー、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。